こんにちは。パッチワークでバッグやポーチの作り方をご紹介しているキルトチャンネルです。今日はこのポーチを作ります。特徴は仕立て方2点です。裏打ち布で縫い代を包んで一手間省いて始末するのが1点と、マチと側面を縫い合わせるとき簡単に合わせられるようにした裏技仕立ての2点です。この動画では 12×17cm、マチ幅6センチのポーチですが、作り方の基本は一緒ですので、自分の用途に合ったサイズでご一緒に作っていただけたら嬉しいです。サイズ変更した時の側面の長さの出し方もご紹介しています。最初は型紙を作り、スーちゃんのアップリケをします。なお、ポーチの仕立ての工程は10分36秒からです。型紙を作ります。角に丸みをつけるために2センチを測り、分度器で丸みをつけます。手元に分度器がなかったら、テープとかお皿とか丸いものを代用しても良いですね。型紙ができたら側面の長さも出しておきましょう。型紙に支点を決めて物差しの上で映像のように転がして長さを出します。丸いポーチや三角ポーチを作る時も側面長さを出す方法は同じです。次は3本ネット数のアップリケをします。アイロンで仮接着できる型紙、フリーザーペーパーのザラザラした方にスーちゃんを描きます。スーちゃんはキルトの本などに図案集が出ていますので、参考にすると良いですね。描けたら切り離します。アップリケをする布、土台布を作ります。型紙で出来上がり線と合い印をつけておきます。ここでは丘をイメージしてパッチワークしました。切り離したペーパーをスーちゃんをアップリケする土台布にのせて、消えるチャコペンで輪郭を描いておきます。3本ネット数は19世紀末から20世紀初頭にかけてのアメリカ合衆国で、特に南部や中西部で人気を博した伝統的なキルトパターンの一つです。その起源は具体的には不明確で、口伝えや伝統に基づいて広まりました。切り離したパーツを歯切れの表側に乗せてアイロンで仮接着させます。アイロンは中温から高温ドライです。仮接着できたら縫い代を3ミリ、布が重なる部分は7ミリ取って立ちます。同じスーちゃんでも洋服や帽子、ブーツなど変えれば違うスーちゃんになります。ちなみに今使っているフリーザーペーパーは数回使えますので、図案ごとにまとめて保管しておきましょう。さあ、アップリケを始めます。下になるピースからまつり縫いをします。腕とブーツのピースが下になります。印を合わせて待ち針で固定します。針先で縫い代を折り込みながらまつり縫いです。上に布が重なる部分は縫いません。
次はドレスです。アップリケの糸の色はピースの布の色に合わせると良いですね。3本ネット数はシンプルで家庭的なイメージがあり、その愛らしさから愛されました。彼女が描かれたキルトは時折家族の歴史や生活の一部として残されました。袖、帽子と祭ります。チョコペーパーを使って図案を土台布に移します。図案が写せたら刺繍糸で刺します。糸の色にこだわり、遊び心をプラスして刺すのもいいですね。パッチワークでは縫いつないだ継ぎ目にステッチをしたり、布端に刺繍糸や毛糸などでアクセントをつけて一つの柄にしたりもします。図案が消えてしまったら書き足しながら、3本ネット数は時とともに地域ごとにデザインに変化やバリエーションが生まれました。地域ごとの文化や風習が反映され、異なるスタイルが作り出されました。スーちゃんは時折復刻されたり、モダンなアプローチで再解釈されたりしています。クラフト愛好者やキルターたちにとって、彼女は歴史的でありながら新しい創造性の源となっています。表布ができました。下から裏布、キルト綿、表布を重ねて待ち針で固定します。裏布はポーチに仕立てるときに縫い代を包み始末するので大きめに裁っておきます。表布ができたらキルティングラインを描きますが、今回はしつけの後に描きます。待ち針で固定できたらしつけをしましょう。キルティングをします。キルティングとは、表布と裏布の間に綿を入れ、これらの3層がずれないように表からステッチで押さえる技法のことです。落としキルトをします。やり方はモチーフの際をキルティングです。落としキルトの意味は、モチーフの際を縫うことによりモチーフを際立たせ陰影をつけるパッチワークの技法のことです。私はここでキルティングラインです。キルティングを始めます。刺し始めにはいろんな方法がありますが、私は玉結びをして裏から針を刺し、裏布をつまんで糸を引き、玉結びを裏布と表布の間に引き入れて隠します。その時プチッと音がします。
最初の一針だけ返し縫いをして縫い始めます。キルティングの最後、刺し終わりは玉留めをして1センチ離れたところに針を出します。いろんな方法があります。自分に合った方法を見つけましょう。さあ、しつけを外してポーチに仕立てていきましょう。キルティングすると必ず縫い縮みします。めんどくさいのですが、印を見直し、付け直します。付け直した印から表布とキルト綿は1センチ、裏布は2センチ5ミリに切り揃えておきましょう。印から2センチ5ミリ、前側と後ろ側の完成です。次は側面を作ります。この部分の材料は映像上から表布2枚 33×3 センチ、キルト綿2枚、サイズは表布と同じです。裏布2枚、サイズは表布と同じです。そしてファスナー30センチです。底部分の材料は映像上から表布 28×6 センチ、キルト綿、サイズは表布と同じです。裏布、サイズは表布と同じです。ファスナーをつけます。下からキルト綿、表布は表、ファスナーは裏にして、裏布は裏にして固定します。固定できたら5ミリのところを縫います。縫えました。ここに押さえのミシンをかけておきます。こちらも下からキルト綿、表布は表、ファスナーは裏にして、裏布も裏にして重ねて固定します。
固定できたら5ミリのところを縫います。こちらもファスナー横に押さえのミシンをかけておきます。次は底部分を作ります。映像のようにキルト綿を挟みミシンキルトをしておきます。家庭用のミシンでキルティングするとシワが入ったりよれたりします。100均で売っているサンドペーパーを横にかませて縫うときれいに縫えます。サンドペーパーはガイドラインにもなります。ファスナー部分、側面2枚、底部分ができました。この部分を作ります。名前があったと思いますが忘れてしまいました。ご存知の方がいらしたら教えてください。歯切れやスーちゃんのドレスや帽子のとも布でも可愛いですね。印をつけ直して間にこれを挟んで待ち部分をつなぎます。映像のように型紙を作ってつけ直すと簡単です。パッチワークは綿の厚みやキルティングなどで縫い縮みするので鉄板や板などのようにピタッといかないところが悩ましいです。側面の長さを型紙を使って確認します。確認したら印をつけます。切り揃えて布で包んで祭り縫いで始末しておきます。反対側も同じように祭り縫いで始末です。マチに4等分の合い印をつけます。印がついたら縫い代を8ミリにカットしてミシンでジグザグ縫いをします。ひと手間かかりますが裏技です。側面とマチを合わせるのが簡単になります。側面の上とファスナーを確認して合い印を合わせてマチ針で固定します。4分の1ずつ合わせていきます。
固定できたら、しつけ糸できつめにしつけをします。次の合い印を合わせてしつけをかけていきます。内側から指で形を整えながら固定していきます。芯で縫えたらしつけを外します。縫い代を裏打ち布で包んでまつり縫いで始末します。角はタックを入れて縫います。反対側も同じように4分の1ずつ合わせて固定しながらしつけをします。ポーチ作りも終盤になってくると、次は何を作ろうかと、そんなことを思いながら針を動かしています。ミシンで縫えたらしつけを外します。結構これが面倒です。さあ、この縫い代を始末したら出来上がりです。角は自然なタックを取って縫っても良いのですが、額縁仕立てのようにタックを取ると見栄えはいいです。これで完成です。ご視聴ありがとうございました。のんびりって仕事ですので、不定期の投稿になりますが、登録と通知をオンにして待っていただけると嬉しいです。次回はハワイアンキルトのクッションの作り方をご紹介します。指を動かすとボケないとか、頑張ります。またね。